こちらにですね、スピードメーターが出てまいりまして、この手元でですね、リファレンス変える、あるいはここで、フォーマットを変える、でここでフレームを変える、そこもハイビジョンもできる、4K まで。MV88 なんかのさせたとき、接続したときに、ゲインのコントロールとか、そのモバイルレコーディングアプリと同じような機能って入ってるんですかね。先にですね、やっぱりゲインはですね、シュアンモティブアプリの方を立ち上げていただきまして、先に設定をしていただくという必要はございます。大まかになんですが、こちらをさせていただいて、最初にですね、こちらでステレオにするのか、で簡単なところはまあ先にやっていただいて、あとは落としていただいて構いませんので、このあとモーティブのビデオアプリ、なるほど、レコーディングアプリでプリセットだけマイクに入れた状態でこのレ、モーティブビデオ動画撮影アプリを使うということですね。そうなんです。なるほどなるほど。そしていただきますことで、ステレオで収録するのかモノラルでっていうのは先にこちらで決めていただくことになりまして、2018年年内ってことはもうまだ開発途中ってこと、なるほど。月末ぐらいにはご案内できるかと思っております。今月末。そうなんですね、はい。正式にリリースはそれぐらいになるということですね。はい。ちょっと今回間に合わなくて申し訳ございません。なるほど。あと2週間ほどかと思うんですけれども。